おはぴよー、どうも、ひなぴよーです。それでは本日も、クロエのレクイエム実況プレイ始めていきたいと思います。ピエールくんが上に行くのを、阻もうとしてる、私は今。あ。よし、まあいいや。お父さんに話しかけるところからだったよね。ちょっとやっていこうか、じゃあ、早速。ああ、ミシェル。よく来た。どんなご用ですか？ああ、実は、今度の演奏会のことなんだが。またやるんですか？今度の演奏会はミシェル一人で出てみないか？あら。は？いや、何度か指摘も受けたことだし、今度はプロのピアニストを呼んで伴奏してもらおうと。どうかね？嫌だ。やはりそうか。だがな、今度のピアニストは有名な方で。ピエール以外とは演奏しません。しかしな、本当に何度も指摘を受けていて、このままでは呼ばれなくなってしまうかも。いいじゃありませんか、それでも。わかったよ。ピアニストは断っておく。せっかくの誘いだったんだが。要件はそれだけですか？ああ、そうだよ。では、失礼します。僕を必ず、噛んじゃったよ。ちょっと決め台詞言おうとしたのに。僕を金づるだと思ってるんだったら残念でしたね。僕はピエール君としか弾かないんですよ。じゃあね、さよなら。おっと。また目の前にいるよ。また君か。坊ちゃまは、あまり旦那様と仲がよろしくないのですか？余計なお世話だ。まあね、あの人は僕のことを息子だと思ってないだろうし。え？都合のいい金づると思っているだろうよ。この家にはお金がないからね。あら。そんな。そういえば、君はこの家ではどんな待遇で働いてるの？あの人のことだから、どうせろくに給料も出してないんだろうけど。不幸だね、君も。そんなことありません。旦那様はとってもいい方です。私、ここで働けてよかったと常々思っているんですよ。そうなんだ。はい。毎日、パンが二つも食べられるなんて、本当に夢のようですわ。寝床だって用意してもらえるし、床で寝なくていいだなんて、私本当に幸せで。給料出てないじゃん、パン2つ。ですから、旦那様はとってもいい方なんです。ミシェル坊ちゃまもどうか旦那様と仲良くして差し上げてください。そう。え？あ、動けるの？ちょっと、君、なんで、もう、聞き耳立てないでよ、エッチ。ピエール君は端っこにいる。ねえ、ミシェル。シャルロット、どうにかしてやれないの？どういうことだよ。どうにかって、嫌だよ。だって、このままじゃあの子がかわいそうだ。なんだよ、やけに彼女の肩を持つな。え？いや、別に、そんなんじゃないけど。こんな女がいいのかね。そう。え、で、どうする？自室に戻ればいいのかな。おうおう、勝手に行ってる。ああ、ピエール君か、びっくりした。あ、ミシェル。ピエール。ちょうどよかった。話したいことがあったんだ。そうか。どうしたの？あのさ、今度また演奏があるらしいんだけど、その時はミシェル一人で演奏してくれないかな。お父さんに言われたんだろう。父親から何か言われたのか。え、いや、まあ余計なこと。自分の父親をそんな風に言うなよ。まあとにかくさ、僕その日用事があるんだよ。そうなんだ。
じゃあ僕も出ないよ。コンサートは中止するか日をずらしてもらおう。これはミシェルのためなんだよ。いつまでも僕みたいな下手くそと演奏しても身にならないだろ。お前には才能があるんだから、いつまでもこんなところで立ち止まってちゃダメなんだ。もっと上を目指さないと。上ね。そんなことして何になるんだよ。うまく弾けてもそんなの楽しくない。ミシェル、それは贅沢ってものだよ。うまく弾けて楽しくもあってなんて望みすぎだ。ならうまくなくていい。そんな風に縛られなきゃいけない才能ならそんなのいらない。とにかく僕はピエールとじゃなきゃ、ミシェルだった。とにかく僕はピエールとじゃなきゃ演奏しないから、いくら言ったって聞かないからね。お前さ、もう少し弟離れしなよ。ほんとしょうがない兄だな。ミシェルと双子やってるのも大変だよ。なんだよそれ。わかったよ、もういい。父様に伝えなきゃ。どうなっちゃうんだ。足音。なんだ。あ、ピエール君がいない。あ、勉強の紙もない。どうしたんだ。ピエール、あいつこんな時間まで演奏。マジ？ん？この音何か。なんだ。いや、ちょっとセーブしてから。あ、よかった、よかった、くれた。なんでシャルロットまだこの時間まで起きてんだ。あ、坊ちゃま。どうしてこんなところに。少し眠れなくて。ああそうか、足音は君だね。すみません。うん、なんかだんだん音がでかくなってる気がする。行くか。なんか超集中してそうなんだけど。え、待って、何これ。床が引き裂かれてる。なんだ。ピエール、ミシェル、こんな時間まで演奏。まあね、続けていい。あ、ちょっと待って。何？なんだか少し音がおかしいような。ピアノの音がずれてるというか。はあ？そんなことないよ、いつもと同じに聞こえるし。いや、やっぱりおかしい。うおい、僕のピアノに触るな！え？ピアノの音がおかしい。そんなはずないだろ、ずっと弾いてる僕が気づかなかったんだから。それともあれか、絶対音感だっけ。いいご身分だな。ピエール、どうしたんだよ突然。突然？突然じゃないよ。それともまさかお前、僕がずっと我慢してることにも気づかなかったのか。もう我慢の限界なんだよ。いつもいつもお前のわがままで僕がどれだけ迷惑してるか。どんなに練習しても必ず批判される。どんな努力も意味がないって思い知らされる。どいつもこいつもミシェル、ミシェルって。怠け者のお前がそんなにいいのかよ。お前のせいで僕は親にも愛されない。それなのにお前は僕の欲しいものを全て奪っておきながらそれを捨てようとする。それが一番許せないんだよ。双子なんかに生まれなきゃよかった。お前がいなければ僕の努力はちゃんと褒められていた。この家に生まれるのは僕一人でよかったのさ。
お前なんか死んじまえ。なんだよそれ。どうしてそんなこと言うんだよ。ならいいよ。僕だってお前なんか大嫌いだ。謝ったって許してやらないからな。君はのんきでいいですね。あ、今は話それそうですね。ごめんね。フィエールの来ないところに行きたい。うちか。うわ、ちょっと、なんで来るのよ。坊ちゃま、話しかけないで。ちょっと今そういう気分じゃないから。あの、さっきピエール坊ちゃまのお声が聞こえて。いかがなさったんですか。君には関係ないだろ。ピエール坊ちゃまに何か言われたんでしょ。あの、私あんまり気にしなくていいと思います。あの人普段から坊ちゃまの悪口ばかりおっしゃっていたし、ひがみっぽいんだと思います。そんなこと今言わないでよ。ピエール坊ちゃまに何か言われたとしても坊ちゃまの才能は消えたりしません。ですから。やめてくれよ。もういいよ、こんな時に。やめてくれ。私あの人は嫌いです。普段から言ってたの。どうして。ずっと一緒だったじゃないか。本当にずっと思ってたのかな、あんな風に。でもきっとシャルロットの言う通りなんだ。ピエールが何を思おうと、僕がどう思おうと、現実は変わらないんだ。いらないと思ったものは持っているのに、欲しいものだけは手に入らない。僕が欲しかったのはあの頃の楽しかった日々だけなのに。そうだ、全部あれが悪いんだ。あんなのやらなければピエールに嫌われることもなかった。みんなこのへんてこな楽器のせいだ。こんなの。猫の声。お、黒猫。どうしてこんなところに猫が。なんだか慰めてくれているみたいだな。よしよし、君はどこから来たの。迷い猫かな。クロエ、名前なんてつけたらダメかな。野良猫なんて許されるわけがないし。でももしかして喜んでるのかな。クロエ、この猫がクロエだったのか。クロエ、じゃあご飯はまた夜に持ってくるから待っててね。もうないよ、ないってば。クロエは可愛いね。これシャルロットに見つかるんじゃね。いつもストーカーしてるじゃん。だって
床が引き裂かれてる。どんだけ血のにじむ努力してるんだよ。ピエール、あ、無視。僕そろそろ行くね。部屋が同じなのも気まずいだろうな。おっと、部屋に来て大丈夫？クロエ、ダメじゃないか、こんなところに。誰かに見つかっちゃったら。どうする気？父親に伝える？言いません。本当に？絶対です。言うわけありません。ならいいけど。本当に言わないのかこいつ。大丈夫か？何？いえ、撫でてもいいですか？ダメですか？いや、いいけど。シャルロット。はい。君は僕の味方か、それともあいつらの味方か？そんなのもちろん坊ちゃまの味方です。そうか。はい。坊ちゃんじゃない、坊ちゃまだ。ちょっと鼻かんでいいですか？ちょっとさっきのセリフ読んでて涙出てきちゃった。はい、オッケー。坊ちゃま。どうしたの？私今日もらったパンを持ってきたんです。クロエちゃんにあげてもいいですか？うん、いいよ別に。ちょっと仲良くなってる。かわいいですね。ピエールくんが見てる。やべ、密告される。嫌な予感がする。クロエは、ピエールくんもいないし。クロエ、どこにいるんだ？クロエ、どうしてどこにもいないんだ？クロエ、バレちゃったのか。シャルロット、知らないか？何か。シャルロット、クロエを知らない？私何か知ってるんだな。だって他にどうしたら、どうすれば。お前まさか。坊ちゃま、旦那様にクロエちゃんが。それで私。お前クロエを殺したのか？殺してません。そんなことできません。山に逃がしました、旦那様の命令で。あんな寂れた山に、そんなの殺したも同然じゃないか。だって私この家を追い出されたら
どこへ行けばいいのか。私この家が大好きなんです。旦那様や坊ちゃまのいるこの家が。僕のせいだ。中途半端に名前をつけて餌をやって帰るわけでもないのに、僕の責任だよ。クロエは僕が殺した。そこにつながるのね。坊ちゃまは悪くありません。え？坊ちゃまは何の罪もありません。悪いのはピエール坊ちゃまです。さんの情報を旦那様に教えたのはピエール坊ちゃまなんです。だからあの人が全て悪いんですよ。笑ってやがる。ピエールが。でもそれを言うならお前だって。クソ、なんでこんな。もういいや、どうでも。ピエール君もいる。無視されるのかな。ああ。僕たち双子なのに、双子なのにどうしてこんなに違うんだろうね。つらい。あ、時間がいい感じだ。今日はこれで終わります。やだー、こんな。私シャルロット好きじゃないわ。とりあえずどういう展開になるのか見ものですけれども、辛くて見てられない気がする。ということでまた次回お会いしましょう。おつぴよです。